今回お次元元関節があるので、関節に歯を入れると、大きくてもこう頭が落ちます。で、こっから押してあげると内臓が全部出ます。シャカシャカシャカっていう音がすると、もういってます。それでいい。そこに、この音が鳴るまで包丁を一回置いて、切ろうとするんじゃなくて、こう斜めにこう、そういう感じで。